ありがとうございます。それではまた後で。打ち合わせずいぶん手短に終わったわね。みんなが来るまで少し時間が空いちゃった。そういえばこの間のコスプレ大会のスタッフさんから写真のデータを送ってもらったのよね。ちょうど誰もいないし、今のうちにチェックしちゃおうかしら。素敵な写真ね。ポーズもしっかり決めて完璧だわ。それにみんなとっても楽しそう。グルミクピンクの衣装を着ている自分を見るのはやっぱりちょっと恥ずかしいけど、でも大好きな作品のキャラクターになれるのってやっぱり嬉しいわね。そういえば私がコスプレを始めたきっかけも大好きなキャラクターに少しでも近づきたくてだった。いつの間にか原作のイメージを崩さないことが何より大切なことだと思っていたけど、ミーコ思ったの。そんなにその子のことが好きならこのお衣装はヒーロさんが着た方がいいと思うの。ヒーロさんがこの衣装を可愛いと思っていて、その子のことも好きならヒーロさんが着ればいいと思うの。そうよね。コスプレで本当に大事なことはそのキャラを純粋に愛して楽しく演じることなのよね。そういう意味ではこの4人は100点満点ね。だってみんな魔法 DJ グルミクが大好きなんだもの。この4人でコスプレを楽しめて本当によかった。でもこの衣装よく見るとちょっと納得いかないわね。飾りの部分がちょっと安っぽいのよね。お手頃な値段の衣装だったし仕方ないんだけど、でも私だったらここのリボンはもっとこう。やっ、ヒーローお疲れ。なぎさちゃん、びっくりしたわ。もういきなり声をかけちゃダメじゃない。え、いきなりって楽屋入るときもちゃんと挨拶したけど。あ、それこの間のコスプレ大会の写真か。私にも見せて見せて。おお、結構よく撮れてるじゃん。グルミクピンクのヒーローなんか新鮮だったよな。今までのヒーローとはイメージ違うっていうかさ。私もそう思うわ。コスプレでもああいう雰囲気の衣装はほとんど選ばないから。へえ、そうなんだ。でもすっごい似合ってたぜ。これからはああいう感じのもしたらいいんじゃないか。そうね。ありがとう、渚ちゃん。渚ちゃんのグルミクブルーもとっても素敵だったわ。ロックでかっこいいブルーのイメージにぴったりだったもの。え、そうか。私ブルー推しだから嬉しいな。なんか写真見てたらいろいろ思い出してきちゃった。コスプレって初めてやったけど結構楽しかったよな。またやってみてもいいかも。ほんと？なぎさちゃんがそんなこと言ってくれるなんて。それじゃ今度一緒に。お疲れ様。2人とも早いね。なんだか盛り上がってるみたいだけど2人とも何してるの？お、葵に椿、ちょうどいいところに。なな、見てよこれ。ん？何？写真？ダメ！渚ちゃん、ちょっと待って。お願い、2人には見せないで。なんで？これとかポーズも表情も完璧ですっごくいい写真なのに。ヒーローの新しい一面2人にも知ってもらおうぜ。これからいろんなジャンルに挑戦していくんだろ。そうだけど、
もまだ二人に見せるのは心の準備が。お願い、今はまだ二人だけの秘密にして。わかったわかった、シードがそこまで言うなら見せないよ。それにしてもこんなに焦るヒーロー初めて見たな。結構可愛いとかあんじゃん。もう、なぎさちゃんたら。何？二人とも何の話をしてるの？さあ